八割、猫顔の柄が、蜂の形になっている。日本では、猫の柄の占有率ランキングで、八割、黒白猫が2位。チャットラジロの八割れは血割れとは、猫や犬の縁が、鼻筋を境に左右に分かれているもので、蜂の字型に見える。日本では、忌み嫌われる地方が多い。英語ではカラーが顔にかかるものを、マスク、カラーが顔にかからないものは、キャプチャーと呼ばれる。 この場合、体白とカラーの2色あれば、その条件を満たし、8割である必要はないが、口実の通り、2色は、8割模様が出やすい傾向にある。日本では、猫の柄の占有率ランキングで、8割、黒白猫が2位、8割ではない、黒白猫は8位であり、黒白猫の半数以上が、8割ということがわかる。 8割はカラーに白が混ざるホワイトスポットの一種である。ホワイトスポットは、体毛の40%以下が白のローグレード、体毛の40から60%が白のバイカラー、体毛を60%以上が白のハイグレードの3つに分けられるが、そのいずれでも、8割減少はこりうる。黒の部分が3割を超えると模様が左右対称になりやすく鼻筋マズルの部分を避けて、 色が付きやすい傾向にあるので蜂割れの柄が出やすい。日本では漢字の蜂のように見えることから蜂割れまたは頭頭蓋骨兜が割れる意である蜂割れから来ていると言われており、後者の意味から武家においては縁起が悪いとして寄避されていた時代、地方もあった。蜂は末広がりであることから逆に消華などにおいては縁起がいいとされる場合もある。 1998年頃八割れ猫ばかりの写真を掲載した、8割の会というサイトによって8割れという言葉がインターネット上で広がり、現在に至っている。ありがとうございます。